どうもゆなです。ピンポン。どうもほのかです。ピンポン。一緒にピンポン。こんにちは。今日はスクイーズを紹介していきます。ゆなちゃん大好きなスクイーズ。何が好きなの？スクイーズの気持ちいい。食べた。気持ちいい。もう触るのが好き。ゆなちゃんがこれを買ってきたそうなので、ちょっと一緒に開封していきます。イエーイ。今はですね、日本スクイーズセンターに来ています。スクイーズがたくさんあるらしいので入っていきたいと思います。え、これ一つ見た。触れるぞ。かわいいな。はい、こちらがスクイーズというものです。これ誰か紹介してたよ。紹介してたよね。わかる。超気持ちいいよね。これ一つだけ開いてるけど、なんかこれこのバナナ、これなんかでもよう見たことある。うえぇすごいな、これでもいいねんな。ちげえないからな。なんかちぎって赤いから壊そうとした、ちょっとな。でもこれすごいね。ストレス解消グッズかな。こちらバナナのスクイーズ。バナナのスクイーズ。いやまあまあ。この中で一番気になるのは、これ一つ紹介していこう。これはベーグル。いちご入っちゃうな、これ。いちごのベーグル。これなんや。香り付き。か、そうなん、うん、あ、匂い付きもあるんや。え、待って。値段さ、これ何本くらいかなと思ってた、買い取った。めっちゃ高くない ?1980円。こちらのベーグル。いちごが入ってます。こっちはブルーベリーが入ってます。そもそも、スクイーズって、何？変わって寂しいんだりとか、ストレス解消グッズってみんな。ストレス解消グッズなんや。これとか。ちょっとストレス溜まってるから、これ買おうかな、これ。家にいっぱいある？家にある。何がお気に入り？確かにこれいい。でしょ？うん。分かってきた。こうやってたら分かってきますよ、皆さん。流れがこっちだから。うん。やばい。これゴミつきそう。うんうん、ゴミつく？うちね、ラップ巻いてるの、これも。ゆなちゃんのおすすめのスクイーズの管理方法はラップ巻いて触る。うん、ゴミつくかな。うん、でもラップ巻いてたらさ、いや、触るときは、うん、取るよ。普段は巻いて、あのほんまにもう食べ物みたいな感じで扱ってる。食べるときはサランラップ取ってみたいな感じ。そうね。カメロンパン。カメロンパン、うん、ほんまや。これ有名なの、カメロンパン。うん、結構スクイーズ知ってる人は。カメで、メロンパンみたいなやつ。うんうん。カメロンパン。これ結構色があって、うん、多分色は緑が人気だと思います。あ、そうなんや。うん、あ、もうカメは緑やから。メロンパンで緑やから。かな。これ触り心地は全部一緒なん？うん、全然違う、一つ一つ。一つ一つ違うん？うん、そういうのがある。じゃあとりあえず最後まで紹介。うん、でこれは、パンみたいな。このパンは、580円。これは590円。え、これ安いねんな。なんでこのベーグル高いの？多分これが日本スクイーズセンターっていうところで買ってきたんですけど、こちらがブランド。うん、ブランド。スクイーズのブランド。東京ベーカリーっていうブランド。うん、で全然ゲットできないらしいです、こちらは。予約待ちになってるスクイーズ、まさかの。まあそれをゲットしたからこれレアやな。なにこれ、ちっちゃい。あ、ちっちゃいのもあるやん。ストラップかと思った。ストラップだよ。これはね、ストラップついてない。これストラップついてたらやばない。これついてるよ、だよ。お前お前。これはストラップにできる。大きいけど。じゃあ、これ、これ哺乳瓶。これは830円。高い。これもストラップでつけるます。こちら、いちごのパン560円です。パンなんや。もうスクイーズ基本的にパンが多い。うん。で、この2つだけ匂い付き。うん、開けてみよう。開けてみよう。どう匂う？
これめっちゃいい匂い。もうなんか開けた瞬間からのふわっと香る。うん、わかる？わかる。何の匂いなのこれ？香り付けもこれだけ？うん。ちょっとパンの匂いでもさ。おお、確かに。でもなんかちょっと違う。なんかこれ甘い匂いするな。甘い匂い。これこれはイチゴの匂いするやろこれ。する。もう分からんくなってきたこれ。でもこれをここに飾ろう。飾ろう。これ飾りたいね。これ飾りたい。うん。これとピンク尽くし。これこれこの3つ。でもこれこれはもうあかん。これメールメールっぽくないね。やばい。これやばい。え、これ伝わらんよな。全然伝わらない。なんか。よっしゃ、起きました。ちょっと誰か触るわ、これ見て。今回の動画はここまでです。本日もメル TV 見ていただいてありがとうございました。もしこの動画が良かったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。では次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。